それでは第8レース1着となりました愛媛の越野豊選手、勝利者インタビューを行いますわ。 S 級に戻られての初1着おめでとうございますわ。ありがとうございます。今日のレース篠原選手の番手はいかがだったですか？いや、もう篠原君が言ってくれたんでなんとか1着取りました。しっかり余裕もあるように見えましたが。いや、余裕はないですけど、まあ、とりあえず頑張らないといかんなと思う感じですかね、はい。足の感じは2走してどうですか？いや、まだいまいちなんですけど、まあ、今日は1着取れたんで、まあ、それが励みにちょっと頑張りたいですね。今バンクに立ってるとかなり風も吹いてまいりまして寒いけれど、どうですの、レース中は？いや、もう寒さは感じないんですね、レース中は、はい。明日もぜひまたこちらでお待ちしてますわね。まあ、頑張れるよう、いい競争できるように頑張ります。それではですね、越智選手、小学校中学校とサッカーでご活躍されてたということで、サッカーの腕前少し見せていただいてよろしいかしら？はい。では何ですかね、ボール置くやつなんて言うんでしたっけ？ PK です。あ、 PK お願いいたしますわ。あちらのあちらがゴールでね、お願いします。あ、ボールを置きましたわ。構えて蹴った。